ございます、日曜日科室です、皆様、日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。今日からですね、新しく、ミキサーを導入いたしましてお届けしておりますが、皆様にはどのように今、ちゃんと聞こえているのかちょっと不安な感じですがいかがでしょうか。そうですね、もう朝7時になりました。ちょっとタイムラインの方を見ていきますと、はい、ルクさん、トシキさん、バギンさん、仮面ライダーさん、ソウちゃん、こっちね、はい、ヤスシさん、おはようございます。今日もですね、朝7時からお届けしております。日曜日科室です。さあ、もう少し声が大きいといいですか。じゃあもうちょっと大きな声で、声聞こえてますかね。大丈夫ですか。こんな感じで大丈夫でしょうか。なかなかまだ調整が、微調整が難しくてですね、まだ試行錯誤の、状態ですが、もう少し私の声が大きいとということなので、ちょっと調整後がちょうどいい。あ、じゃあ今がちょうどいいですかね。はい、ありがとうございます。さて、今日もですね、朝皆様早くから、お聞きいただきありがとうございます。ここ最近はですね、ちょっと一昨日安芸高田市というところに行ってまいりまして、そこでですね、安芸高田市教育委員会様主催の、イベントというか講座というか特別講演を、させていただきました。なかなかですね、2時間こう話すっていうのはですね、意外とというより思った以上に緊張するもので、こう頑張らなきゃと最初ちょっと緊張の面持ちだったんですけれども、実際始めてもやはり緊張はしてるんですね。で、2時間喋る中で、大体お越しいただいてた人数が約70弱ほど、お客様がいらっしゃいましたので、70弱の方にいかに飽きられないように、要するに夜7時からというとても疲れてる時間帯にお話しさせていただきますし、椅子に座っているので疲れてるだろうなと思ってですね、ほぼ一人一人の顔を見ながらですね、確認をしながら、お話をさせていただきました。皆様にとってまあどうだったのかわからないんですけれども、かろうじて寝られる方もおらず、なんとか、お届けすることができたのではないかと思いますが、実際皆様がどう思われたのかはちょっとまだわからないので、ちょっと緊張しながら、やった感じですね。さあ、ちょっともう一度タイムラインの方を、遡っていくと、あ、母ちゃんですね。はい、マキシムさん、あ、サンマル動画さん、キャンディーさん、とても秋翔さん、仕事頑張ってください。はい、あ、初コメですね、くまやん、ありがとうございます。はい、あゆたん、おはよう。はい、散髪侍さん、おはようございます。意外と日曜日の朝に何かをやるっていうのは誰も聞かないかなとちょっと思っていたんですけれども、意外と人が聞いてくださっていることに少し驚きを隠せない、毎週の日曜未開室でございます。この、日曜未開室はですね、みんなで作り上げていこうと思っているラジオなんですけれども、まだコンテンツも定まっておらず、試行錯誤が繰り返しております。で、
次はですね、こう音楽を充実させたいと思っておりまして、まあ、ミキサーもね、ここに入りましたので、今皆様の中でこの音楽日曜ミカ室に、あ、めぐっぺさんありがとうございます。はい、頑張ってくださいね。目覚められたということなので、音楽をですね、日曜ミカ室の朝の7時に流してほしい音楽なんかないかなということでお声掛けさせていただきましたら、何人かの方にこの人いいんじゃないっていう形で、お届けいただきまして、今後ちょっと進めていこうと考えているところです。はい、皆さん日曜日でもやはりお仕事朝からたくさんの方あるんですね。ぜひ頑張ってください。ですね、だいたい音楽をちょっと流そうと思っているんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。皆様、今お聞きの、皆様の中でもおすすめのアーティストさん、まあ、配信で流せるアーティストさんなんですけれども、の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ教えてください。はい、では1曲、いつもお世話になってますパラレルリープさんの曲を聴いていただきましょうね。スイートオレンジという曲を聴いていただきます。残りない
お聞きいただきましたのはパラレルリープさんのスイートオレンジでした。こういうなんかラジオっぽいことをやると、いやまあラジオ配信なんですけど、こういう音楽とかがね、入るとちょっといよいよ本格的なラジオっぽくなるので気分がちょっと上がりますね。これからもですね、音楽の方は充実させていこうと思ってますので、ぜひぜひ、応援のほどよろしくお願いします。このパラレルリープさんはですね、今私が個人的に一押しのアーティストさんなんですけれども、広島で活動している2人の、アーティストさんです。アコースティックギターとボーカルという、かなりシンプルな2人組なんですけれども、とてもねいい歌声で、この日曜日のごめんなさい日曜日の朝には非常にぴったりなのではないかなと思っている音楽です。まあ、今後もですね、パラレルリープさんの曲は流しながらも、まあ、さらに他のアーティストさんも紹介しながらですね、音楽も充実させた配信にしていきたいと思っています。まあ、音楽ね、私小さい頃から、まあ、すごく好きで、よくジャンル問わず聴いているんですけれども、主にまあやはり好きなのは この曲かなというのがあるので、いろいろヘビーローテーションで聴いてますが、ちょっとタイムラインの方を遡っていきますと、ポチネは仕事頑張ってるんですね。頑張って、リナタンありがとうございます。はい、阿部健二さんありがとうございます。はい、田田尾さん、遠藤くん、エイエさん、はい、ありがとうございます。さあ、さて最近ですね、実はブログを充実を図ろうとしてましてですね、ブログは今まで私のブログはどちらかというとですね、こんなことやりますよという情報発信だけのための、ブログだったんですけれども、ようやくちょっと準備が、まあ、気持ちの準備ができまして、服を考えるという、コンテンツや、まあ、普段育児をしていたりしますので、育児についてとか、まあ、様々な自分の思っていることを、まあ、コラム的な感じで、書かせていただく準備が、心の準備ができて、ようやくちょっと始めました。今回、まあ、先日書いたのが、服を考えるという、まあ、小さなプロジェクトなんですけれども、私服が非常に執着が非常にひどくてですね、好きというよりほぼ執着という欲望の塊みたいな感じなんですけど、私にとっての服っていうのは、その服は、服を考えるの服はひらがなです。まあ、洋服であり和服であり、まあ、幸福でありっていう形で、さまざまな服という形を考えていこうということで、始めました。で、あ、はっちゃんおはようございます。その、まあ、服を考えるについて今回一本書いたんですけれども、タイトルは自分にとっての服のスタート。はい、私にとって服がどうやって始まったのかということを、まあ、書いたんですけれども、小中学生時代はもう全く、ね、ファッションに興味なかったんですね。どちらかというと図書館で本を読むのが好きな方で、まあ、本を読むとこうなんか落ち着くのでよく本を読んでました。もうどちらかというとちょっとオタク寄りだったので、もうアニメ雑誌も読みましたし、もう普通の小説も読みましたし、歴史ものも読みますし、落語も読みますしという、まあ、雑食ですね。いろいろな本を、鈴木ゆくだったりうまいな、はい、あるんですけど、まあ、天気はですね、やっぱり本屋さんで、まあ、本屋さんにもよく通ってましたので、
その時にたまたま購入したファッション誌がきっかけだったんですが、基本まあね、こう好きになったら結構ずっと走る方なので、たまたまそのファッションがスポッとハマったみたいで、もうそこから一直線ですね、雑誌を頑張ってね、お小遣いもなかったので交通費を貸して貯めたお金で一冊購入して、ボロボロになるまで読むと、そういうことをしながらですね、研究に近いぐらい雑誌を読むわけです。もうこのスタイルがいいとか、この服が可愛いとかっていうのを、なんか軽く見る本ではなくても重い重いっていうぐらいよく読んでました。で、まあ一人で一枚何とかして購入してはですね、一人ファッションショーしたり床に置いて眺めたりと、まあ、それによって私の、まあ、気持ちはもうハッピーというか幸福になるわけです。まあ、そういった感じのことをブログに、いろいろつらつらと書いております。なかなかね、未だに忘れられないのが、その高校生の時に、まあ、遠足があったんですが、そう、私服の遠足だったんですけど、クラスのそのイケてる女子というかですね、おしゃれ女子さんたちがみんな、モノトーンスタイルだったことを未だに覚えてます。で、トップスがホワイトでボトムスがブラックの台形スカートの、まあ当時アニエスベイというのが、まあ、フレンチスタイルなのでアニエスベイっていうブランドも流行ってまして、そのスタイルをみんながしていたのを未だに覚えています。こう、ああ眩しいっていうね、やっぱり新品がね、ちょっとね当時なかなか買えなかったので、それをですね、こう眩しく見ながらですね、私は古着の服をこう触ってたりしてたんですけれども、ますますそのあの眩しさにやられてですね、服への執着がひどくなるという、いいんだか悪いんだかよくわからないというきっかけなんですが、私にとって服っていうのはやっぱりこう自分のこう好きな気持ちを色で表したりすることができたり、あとはその自分のちょっと自信のない部分を隠してくれるものでもあるわけですね。まあ、いつもがいつもなんかこれがあれがこのスタイルがって考えてるわけではないんですけれども、それは考えずに着ることもありますが、でも根本はそういうところなんだろうなって思ったりしています。と、まあそんな感じでですね、ラジオの配信の方ではこのようにですね、まあコラムのことをご紹介したりとか音楽をご紹介したりなどして、いろいろとお届けしようかなと。なかなかね、こういうラジオ配信っていうのはちょっと難しいなと思うのと、あとは楽しいなって思いますね。緊張しますよ、なかなか。これは皆さんどうなんだろうとか、楽しいだろうかとか、まあ、楽しくなきゃ聞かないかどうかっていうところなんですがね、これからもそういう形で中身を充実させていきたいなと思っています。ではですね、またもう一曲聴いてもらった方がいいのかな。ではちょっとまだ楽曲があれですけど、パラレルリープさんの曲も一曲、お届けしましょう。ではパラレルリープさんの会いに行くよという曲を聴いていただきましょう。
聞いていただきましたのはパラレルリープさんの会いに行くよでした。なんか本当こういうこと、さっきも言いましたけど、こういうことやるとなんか本当にラジオ DJ っぽくて、あ、私一人でかっこいいとか思ってしまう、ウキウキな朝になりましたね。今日からですね、ミキサーを導入いたしまして、うまく、ね、音楽とマイクとお聞きいただけるようになりましたので、いつもと違った感じで、ちゃんと朝をお届けできるようになってきているような気が勝手にしております。はい、あ、サンマル動画さんありがとうございます。燃える朝になるといいなと思ってます。はい、で一人でねこれを全部やってると、なんだか私一人で、一人エンジニア&パーソナリティのような、感じがして、私やるじゃんと、一人でこんなことやってる人世の中たくさんもちろんいらっしゃるんですけど、何か一つ新しいことができるというのはですね、自信につながりますし、楽しさの、一つにもなりますね。はい、これからもですね、なんか頑張っていきたいなと思います。で、最近はですね、ラジオ配信を、ちょっと力を入れているので、少しこう普段の映像配信だけではなく、ラジオ配信をお聞きになる可能性もちょっと平日も増えるかもしれませんが、いずれ、まあ、日曜だけではなくこうラジオでの番組とかも作っていけるのもありではないかと勝手に今考えてますが、まだまだこれからなので、長い目で
見守っていただければと思ってます。そうなんです、鼻声が緩和されてますねということですが、こちらも気を使うようになりました。はい、かなり始める前にですね、いろいろ処理というか処置をしておりますので、少しはお聞き苦しくない状態でお届けできればなと思っています。はい、あゆたん、それはいらないです。はい私ではなく他の方の方がいいような気がしておりますが、キャンディーさんもそこで同意をしちゃダメもうもう全くこうね、誰がいるんだそれみたいな、こう感じになるんではないかと思いますけども、私も欲しいってポチね、それはないみんなもうそういうの好きねありがとうございます写真集もいらないです。では、今日もですね、こうラジオ配信をお届けしまして、なんとか、その鼻声が心地よく聞こえますか。これでもね、今日はちょっと緩和している方なんですよ。もっと鼻声の時はもう聞こえにくいですからね。まあ今日もなんとか30分お届けね、約30分お届けできる。本当にいいと思ったんですか。いやー、誰が欲しいっていう感じですよね。リモさんがなんかお試しで作ってくれてたのを見て、みんながもういいねいいねって言ってくださってたので、いや恥ずかしくてですねはい、もうこっぱ恥ずかしい感じです。あ、鼻声好きですか、ありがとうございます。こっちね、これ今日でもまだ緩和されてるでしょ、大丈夫だと思うんですけど、これからも、ラジオ配信も力を入れていこうと思いますので、ぜひぜひ、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。では、終了まで約30秒を切りましたね。はい、今日も皆さん、たくさんの方に朝の、7時から日曜朝の7時から、お聞きいただきありがとうございました。皆様の今日の一日が素晴らしいものとなりますように。では皆さん、ありがとうございました。